福岡県警の23歳の女性警察官が先月剣道の世界大会で優勝し、昨日本部長から表彰されました。福岡県警教養課に所属する1年目の瀬野舞香巡査は、先月29日にサウジアラビアで開かれたワールドコンバットゲームスの剣道女子個人に出場し、世界11カ国の選手らを抑え優勝をつかみ取りました。重いなって思う一試合一試合自分の持ってる力を全部出し切って戦えば大丈夫じゃないかなって思って。また瀬野巡査も所属する県警の女子剣道チームは、先月全国警察剣道大会で初優勝を果たしていて、昨日4人で結果報告を行い、岩下剛本部長から表彰されました。キャプテンの糸山亜美巡査長は、今後も県民の安心と安全のためにチームワークを大事にしていきたいと話しました。